ですね。早っ。なんでなんで出たね。いや、なんか合わないですね。なんか合わない。いや、それ俺も思いました。それは俺は、うん、あまあ、普通に話してるみんなおもろいんだよ。普通に話してるみんなめちゃめちゃ面白いし、何でも広げてくれるから、すげえいいですけど。じゃあ、2人で旅行行く。あ、重いっすね。あの人重いっすね。旅行基準もやばい。旅行基準。やっぱ2人で旅行行けるって相当、相当じゃん。な関係性ですよね。どっちかじゃない。相当仲いいかも、全然空気みたいな。やまだいけるよ。まだいけるか。一緒の部屋は何よ。一緒の部屋つらいっすね。隣の部屋とか行っちゃうっすね。別の部屋行っちゃうっすね。ただこう同じ部屋に2人で別々の店で1つの部屋にデリヘリ呼ぶとかはやってくれそうだから、おもろそうっすね。そういうメンズ、そういうのはやってくれそうだから。あの人は将棋休み出したいっすね。悩むっすね。ああ確かにね。確かに、それはあけみさんも。それはきついな。喋ったことないか分かんないし。旅行は行きます。旅行っすか。逆にあけみさん誰が行ってるんだっていうぐらい狭そうですけど。確かにあけみさんが行ける人好きだそうっすね。いや俺行けんねんか、セミさんぐらい。この辺に出してくる。空気だから。空気だから。空気だから。はい、荷物持ってくれたりするし。セリさんは逆に行ける。行けるっすね。ああ、やっぱみんな行けるよ、そこは。しかもなんかちょっと喋ってきました。あ、分かった、あ、分かったっすよ、セリさん。はいはいはい。なんか足台いるんで全然いいっすね。レオとかアキミさんはいいんだろ。俺多分セリさんが平気だけど、セリさん俺辛い。でもたまになんか寂しそうな顔するよ。結構セリさんに結構話してさ。なんかそういう顔なんか足らうと寂しそうな顔してる。してるな。可愛いですよ。そういう時可愛いよね。おおおおみたいな顔しますよ。はい。セリさんは気いらないね。ないない。NG ない。NG セリさん。いない。苦手な同業者。同業者か。ぶっちゃけ俺はとかやすね。B だな。俺なんかこれはわかる。わかります。最近それはわかるよ。B とか。え、これも B ですね。これも B でしょ。これも文章ごと B しないと。だけるん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 ってなっちゃうよ。え、それなんで？いやなんか嫌っすね。なんかあんま別に言って面識あるわけじゃないじゃないですか。喋ったこともあるわけじゃないのに、なんか噂でなってたのって怪しいっすね。本人直接。いや分かるでしょ、これ本人。確かにじゃん。ナスさんとナスさんでちょっと P だ。P だね。これ P だ。いや無理やんすよ。けどカットはしないでほしい。意外にだね、それは超わかる。いや、無理ですよね。え、こういうも苦手。でも、もうやばいか。いいっすね。喋ったことなかったんですよ、面識なかったんですよ、それまで。唯一、面識なかった人なんですよ。はい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 。あー、それうざいな。それです。なんか、誰と喋ってすごい人かわかるでしょ、上さん。今、年上か先輩なら、この人わかるんだけど。お前誰？なりますね。確かにね。言っちゃった？いや、P 入るから。すごいね。確かになぁ。で、俺もそういう時言っちゃいますじゃないですか。それも。もうバレるやん、これ。はい。バレるな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 。嫌いですけど、あけみさんも俺だからこっちで来るの嫌いでした。マジで？面識ないっす。面識ない。面識ないけど怖い人じゃないですか。これ P 入れた方がいいよね。いやいや、もうここはいいでしたけどね。なんかイメージがあるじゃないですか。ああ、まあね。まあ確かに喋った感じとかあるし。それで言ったら俺も最初あけみさん来るのに始めるかな。俺大丈夫かな、喋れるかな。マジか。嫌いだった。いや、嫌いとかはないんですよ。ただ怖そうだなとか合わなそうだなは感じたんですけど、全然ないっすね。もうないっすね。ないっす。もうない。もうよかった。あう！あとはいない。合わない人。合わない人。嫌いとかじゃん。これ、合わない。ジュンさんと一生会ったことがないっすね。息が。一生ないっすね。入ったら一回も。合わない。これは使えるよ。使える。合わない。なんか、ずっとなんか、こう、平行があるとしたら、どっちかだけに2、3度ずれてるんですよ。なるほど。多分彼もそう。そう。お互いダメだと思うんですけど、だから
か会う気がしないんですよ。一緒に食べ食いって言ってたっすね。なんか会わないとかじゃないですけど、普通ごちそうさまみたいな何送るじゃないですか、送ってもらったら、そういうのなし入れないよみたいに言って、なんかじゃあ送んないっすよみたいなふざけてたんですよ。いいよいいよみたいな、いいよいいよみたいな感じだったんで、なんかもう誰からもいらないっすよねみたいな感じで。そうっすね。いやーでもゆうやまんと、あ、一周一周一周から LINE 来ないのはちょっとムカつくかも言ってたっすね。俺も目の前でいらないって言われたからもう送れなかったっすね。ジュンさんと初回って言われるとちょっと辛いっすね。だってそもそも、あ、ゆきじゅんだで持ってかれるじゃないですか。もうそこから初回の5分、10分ぐらいもう僕空気ですね。あ、もういいやみたいな。一回俺、バーで飲んでて、もう結構、クソみたいな量飲んでて、カズヤさんに呼ばれたんですよ。だからたまたま力屋さんと飲んでて、で、合流して、もうその時には俺らもう出来上がってたんですよ。もう胃袋がパンパンみたいな、はい、力屋さんいるからすげえそっついたらついたら飲まされるじゃん、はい、胃袋のキャパでちょっと出たのよ、出るとかじゃなくて、分かる、だからそのまんま、まんまが入ってたの、シャッて、そうそう、はいはい、それがあの和也さんのモンクレールにかかってた。和也さん知らない、和也さん知らないです、知らない、これ P ですよね。それを知らせたって事故か事故じゃないか、事故ある、何年前とかだから、はい、あでもちゃんとそれ着て帰ってたもんね。今だそのモンクレ着てるんですよね。それ夜じゃないですか。着てるか、着てる着てる、あ、じゃあ事故はまだ着てた、事故じゃないですね、じゃあまだ、うん、終わっちゃう。じゃあ冬場とかまだ着てきてたの、俺が出かけたやつ。口ケールでね。ちょっと雪もワンチャン混ざってるぐらい、これは次からそういう目で見ちゃう、知らず今年の冬が楽しみです。超新鮮なやつが俺あるっすよ。え、何すか。いや、でもこれあの YouTube 以外にもここで収めてください。はい、言ったやん、あのだからラーケンさん知ってますよ。でここだけでやめてください。内容ってあれや、確かに確かに、あとでマスク、これ入れてください。これマジの P ですね。これ以外は P いらないぐらい P だから、だからっす、それもやばいよ。あ、危ない、どんどん出てくる、危ない、危ない、あるとこも出てた、どんどん出てた、面白いな、ボロボロと。なんで確かになぜそう、確かに、なんかめちゃくちゃフレッシュっす、これはフレッシュ、タイムリー、タイムリーすぎる。いや、同じ同じ部屋に内勤がいた。あけみさんじゃないですか。なんでおんねん、なんでお前いるんだよみたいな。それめっちゃウケるんすか。それ面白そう、なんでですかみたいな、エンジン名で呼んでくるやつがいるわけがないじゃないですか。みたいな。俺めちゃめちゃ21番って書いてるのに、あけみさんじゃないですか。ネームタグみたいな、ネームタグ、まあその人はなんかキャバクラで捕まった。バカすぎるっす。しかもなんかそんな罪重くなさそう。もうプラスお金持ってなかったんで、お金持ってなかった。示談できなかった。もうちょっと訴えられましてね。名前かもいいっすか。いや、名前知らない。あ、知らないっすか。55番っすね。55番、俺だなってなってます。でも結構なんかその、はい、まあ、取り調べとか受けるじゃん、はいはい、まあ、ホストですみたいな、はい、月グループですみたいな、なんか、あ、この前来たよみたいな、言うっすよね、いっぱいいた、え、その人も捕まってたみたいな、はい、基本とか、あと、あと、はい、言ってた。最近じゃないけど、コンビニ行くぐらいで撮ってる。常連ですからね。この2人はめちゃくちゃ仲悪いってなんの？いや、もうレンジ君と一緒じゃないですか。あ、はい、いや、レンジはいろんな人と仲悪いよ。レンジ君絡み以外でない。やった。タイムリーだろうか。またまた、またすか、はい、何やりました、もうベテランっすよね、多分もうストレッチ多分そうベテランらしいっすけどね、5年ぐらい地方も含めたら
あ、じゃあこの店は絶対入りたくねえ。冬付きやっぱやだところですね。なしで、なんで厳しそうなんですよ。厳しいのは本当にダメなんですよ。厳しいのは本当にダメで、緩いとこがいい、怒られない。なるほどね。怒られないけどね、根本怒られてるやつってどうしようもないやつしかいないくない？やだな。なんかある程度距離感があるからあって思えることもあるじゃないですか。いい人だなとか、近くになってこうなんか言われるようになったらちょっと厳しそうだな。なんか今までこの人いいな、かっこいいなと思ってて嫌いになっちゃうとかね。俺も嫌だ。まつぶるしいというか、は一番嫌だかな。嫌っすね。一番嫌だ。一番嫌っすね。絶対合わない。ああ、そうだよね。もう知らんけどね。いや、もう中も知らないですけど、なんとなく外から見た世界観が合わないね。厳しそうっていうかさ、ちょっと嫌だと思ったんで、そうっすよね。まあでも2部できてよかったっす。できなかったらズルズル出勤しなかったろうし、大木くんとあれでしょ、あの和也さんに、どこには和也さんが行くって言ったの。絶対ないけど、行くって言ったら行く。いや、それは絶対行くっすよ。嘘や、嘘じゃないか。全然嘘や。大木さんがこっちだったらこっちの方行くんです。それとも行くんだったら行くかもしれない。行く、それとも行くんだったら。ここ寝れないな、もう。それはある。スーパー緩いしね。一番緩いんだよ、かもしれない。そこだけっすよね、そうそう、メリットって。でもそもそもあれっすね、ここなくなったらもう冬月休んで、俺は他の店舗どこも行きたくないっすね。俺も多分もう行かないな、冬月休んで。ここだからみたいなのありますね。行くとこないね。なんか全てを見た気がするな、この店。その良さも悪さも出た全てを見た気がするわ。間違いなくアットホームになるっすね、ここが一番。間違いない。アットホームかったら違うんで。なんかはい、もう好きにやってくださいみたいな。あ、そうそうだね、マノテーブルだというか、はい、放牧。あ、そう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 、それ放牧なのがいいんじゃない、やっぱみんな。おう！っていうことでね、多分9割使えないですけど、使えないっす。 P を想像しながらってことで、はい、まあ、結論、メニューセカンドは、まあ、働きやすい。働きやすい、最高。ほんとかねて、日本からこの動画見る気と、やる気しやる気しない。チャンネル登録、コメント、いいね、お願いします。ミスマチでした。